スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧ダースシリアスダースシリアスシーブパルパティーンはアメリカ映画スターウォーズシリーズに登場する架空の人物ダースシリアスの名はシスの暗黒教としての名でありシスとなる以前の本名を呼び表向きの名としてはシーブパルパティーン彼は ダンス・ベインの掲げた二人の掟に従った最後のシスの暗黒教であり、ホイルス銀河史上において最も強大なシス教の一人とされている。手から青白い雷撃を放つフォースライトニングを得意技とする。ジェダイの抹殺とシスによる銀河の恐怖支配に執念を燃やすスター・ウォーズシリーズにおける最大の悪役である。 銀河共和国の元老院最高議長だったが、クローン大戦を起こして、その混乱の中で、銀河帝国皇帝の地位を手に入れる。帝国の滅亡後も、シスの帝国の復活を狙って暗躍する。シリーズの本編映画九作で描かれた戦争はすべて、彼が元凶である。パドメアミダラと同じ惑星ナブーノエドラスパレピディーズ、という地方出身の人間であるが、 家族や先祖、さらには、幼少時代に関する、詳しい記録は、一切残っておらず、ナブー出身のシーブ・パルパティーンという経歴や、名前すらも政治家としての必要性から便宜的に、使った偽りのものである可能性もある。なお、エピソード1の時点では50歳という設定がある。苦労の末に、政治家への道に進んだものの、 その童貞はあまり順風満帆ではなかったようである。特に若い頃は失態に次ぐ失態続きで、とても元老院議員、ましてや銀河の支配者になるとは誰も思ってなどいなかった。だが彼は、ジェダイ並みの類まれなる忍耐力を秘めており、シスタルには、もはや十分であった。その忍耐心は、自身の強固な権力欲に支えられていた。 彼が、シスの道へと入った経緯も、その時期もはっきりとは示されていないが、エピソード3での自身の発言から、ダースプレーガスというシスマスターのもとで修行を積み、両手同時に、あらゆる武器を使い熟す高い戦闘能力や、人心を巧みに操る能力、フォースライトニングに代表される、暗黒面のフォースなど、超絶的なシスの技を完全に得,得した後、 死の寝込みを襲って殺害し、自らシスマスターとなったとする味方が有力である。なお暴殺したとはいえ、シリアスは死のプレイガスを賢人と表しており、自身のマスターとして、またシス教としてその実力を認めていた様子が伺える。シスの力のたまものなのか、彼はナブルの国政で急速に頭角を表し、君主である。 ベルーナ王も忍ぐほどの実力者にまで上り詰めた。後に、ベルーナ王が、失勢により退位を余儀なくされた時には、すでに銀河共和国元老院の有力議員とも、なっており、彼が、実質的な、ナブーの支配者であることはもはや間違いなかった。彼は、普段、銀河元老院議員、シーブ・パルパティーンとしての表の顔を装いながらも、裏では、 シスの暗黒教ダースシリアスとして、銀河帝国の樹立とジェダイの殲滅等を狙い、巧みにその手腕を発揮して行った。やがて共和国内部の政治腐敗が進み、日常的に賄賂が横行していた元老院において、閣議員に対する根回しは、早くから行っていたものと考えられる。彼は、水面下で、議長の座を得るための機会を密かに伺っていた。 次第に分裂し、弱体化しつつあった、銀河共和国において、分離主義者による脅威を煽り、それを現実問題として利用するために暗ア役ア。エピソード1では、表向きは、惑星ナブーのアミダラ女王の側近として活動し、裏では、シリアスとして、弟子のダースモールと共に通称連合の、ヌートガン霊総督を利用し、ナブーを侵略させた。さらには、 この侵略を利用して、フィニーズ・バローラム最高議長を失脚させ、同情票を集める形で思惑通りに、元老院最高議長の座を掴んだ。しかし、その混戦の中で、ジェダイですらかなうまいと絶賛していた、愛弟子のダンスモールを倒されたことで、新たな弟子にふさわしいものすなわちモールをも超える強力なフォースを持ち、 さらにフォースの暗黒面に染まりやすいものを強く求めるようになる。パルパティーンは自らクローン大戦への布石に着手した。元老院最高議長としてジェダイマスターのサイフォディアスと秘密裏に協議した。彼は来るべき危機に備えるという名目で膨大なクローントルーパーを惑星カミノに発注するように要請した。これが後に、 共和国軍の兵士となる、クローン兵である。長らく共和国を案じていたサイフォディアスは、自身の名義で、クローン軍を発注したことを最高議長と、カミーノ人以外には極秘にしていた。だがシディアスは、密かにこの発注計画の乗っ取りを画策する。そして同じ時期に、元ジェダイマスターのドゥーク伯爵を、シスの新たな弟子に迎えた。ドゥークは、 かの巧妙なジェダイマスターヨーダの時期で死であり、またダースモールにより殺された、クワイガン人の死でもあった。ここでパルパティーンは、ドゥークーの旧友であったサイフォディアスの殺害を、ドゥークー本人に命じた。これは、サイフォディアスが最高議長と神井の人以外には、極秘としていたクローン軍団の発注計画を、乗っ取ると同時に、ドゥークー伯爵が、シスに対して、 どれほどの忠誠を尽くしているかを試すテストでもあった。また、最高議長としては、親子ほども年の離れた、若きジェダ代のアナキンスカイウォーカーに、特別目をかけるようになり、一方のアナキンもまた、父を持たぬ身として、パルパティーンを深く慕い始めていた。当時、アナキンから、父とみなされていたオビワン家のオビは、死という立場から、 アナキンに家族としての愛情を表現することはできず、対照的にパルパティーンはあからさまに、アナキンを可愛がった。数年後には、アナキンの帯腕に対する表現は、父から兄弟へと変化するようになる。以前に、アナキンが、タスケンレーダーを虐殺したこともパルパティーンは知っており、ジェダイは愚か、妻のパドメよりも多くのことをアナキンから打ち明けられる、立場となっていたのである。 そして時が過ぎ、彼のクローン対戦への布石がようやく効果を発揮する。共和国とたびたび衝突していた通商連合等をはじめとする大規模な企業グループからなる独立政経連合が惑星ジオノーシスで大量のバトルドロイド等の兵器を量産し、共和国との海戦が可能になっているとの報告がもたらされたのである。これを受け、 分離主義者たちとの戦争はもはや避けられない状況であり、非常時には強力な権力が必要であるとして、元老院のジャージャー・ビンクス大議員からパルパティーンに対し非常時体験を与えるとの内容の動議が提出され、結果満場一致で可決された。だが実際には、パルパティーンがジャージャーの人の良さに付け込んで根回しをし、無理やり提出させたと言っても、 過言ではないものであった。パルパティーンはこの権限をあくまで一時的なものとは、断りながらも、早速共和国軍の創設を宣言し、手に入れたばかりの非常事態権を行使して、クローン軍を共和国の正規軍として採用し、こうして創設された共和国軍は、激戦地のジオノオシスで、独立政権連合軍と交戦し勝利した。この戦いを発端に、 後世に至るまで銀河史上まに見る壮大な戦いとして歴史家に認識されているクローン大戦が勃発した。エピソード3で元老院最高議長パルパティーンが着ていたローブ・ドゥーク伯爵率いる独立政系軍は共和国軍との戦争で銀河各地に争いの種をまいた。結果、多くの文明的な惑星を荒廃させ、 共和国の政治、行政指導能力を壊滅寸前にまで追い込んだ。疲弊した民主主義の中で体験によりあらゆる手続きを省き迅速に対処するパルパティーンの強権政治は人気を博した。少なくとも表向きには平等な人物であったパルパティーンは強い指導者として銀河に欠かせぬ存在となっていた。戦争の早期終結の大義名分のもと、 任期満了後も元老院から留任を求められる形で最高議長の座に止まり続け、幾度も法律を改正して多くの権限を手中に収めていった。そして独立政権軍が劣勢となりつつあったクローン大戦末期、パルパティーンは一つの大きな賭けに出た。ドゥークーとグリーバス将軍が率いる大艦隊に共和国の首都惑星であるコルサントを襲撃させ、 自分自身を誘拐させる自作自演に出る。かたやドゥークーは、ジェダイをおびき寄せて殲滅し、アナキンスカイウォーカーを暗黒面に誘惑するという、作戦と聞いていたが、そこにはドゥークーよりもさらに若く、より強力な力を見せていたアナキンを据えようとしていた、パルパティーンの二重の陰謀があった。パルパティーンの思惑通り、アナキンは、無抵抗のままのドゥークーを殺害し、 暗黒面へと落ちる変鱗を見せた。この際、始末されるはずであった帯湾は生き延び、逆に捕らえる、はずのグリーバスは逃亡するという二つの誤算が生じた。ともあれ、図られた、救出劇でのアナキンの活躍を絶賛した、パルパティーンは、ジェダイ評議会に対して、彼を最高議長の代言人として評議員に加える、よう提案。 ジェダイ評議会はこれをしぶしぶ承認するが、逆にアナキンに対してパルパティーンのことをスパイするよう命じた。評議会はパルパティーンの独裁的な姿勢に疑問を持ち、彼の近くにシスがいるのではないかと疑っていたのである。アナキンはパルパティーンへのスパイ任務を承諾したが、評議会への不信感を抱くようになる。反対に長年父のようにしたい、常に、 自分の実力を評価し、励ましてくれるパルパティーンを、アナキンはこれまで以上に信頼するようになっていた。また、評議員に加えながらマスターの地位は与えないという、ジェダイ評議会の決定もスパイ任務と同様に、アナキンのジェダイに対する不信感を増大させた。そんな、アナキンの立場を見透かしたかのようにパルパティーンは、アナキンに繰り返し助言し、シスには人を、 死から守る術が存在すると吹き込んだ。そして、アナキンが、分離主義者たちの最後の柱であった、グリーバス将軍と、共和国軍が、交戦状態に入ったと報告に現れたとき、パルパティーンは、自分が、シスの暗黒教ダンスシリアスであることを暴露し、自分の弟子になれと提案する。自分の人柄に浸水し、 最愛の妻であるパドメアミダラの死を恐れ死を欺く、術を得得したがっているアナキンがすでに弓を引くことが、できないとの確信があったからである。アナキンから報告を受け、ジェダイマスター、メイスウィンドゥは、同行を申し出たアナキンを、ジェダイ聖堂に留め置き、エージェンコーラー、セイシーティン、キットフィストーラ、ジェダイの騎士と共に、パルパティーニを拘束するため、彼の元へ乗り込んだ。 メースたちと対面したパルパティーンは、自分が逮捕されることを聞くと、長い間溜め込んでいたジェダイに対する憎悪を解放するかのごとく、規制を上げて跳躍しながら、ジェダイに襲いかかった。シンクのシスのライトセーバーを振るい、瞬時にエージェン・コーラーを倒し、ついで仲間の死にひるんだ、セイシー・ティーンを殺害し、続いて数立ち撃ち合っただけで、キットフィストをも倒した。だが、 ジェダイの中でも屈指の実力を誇り、特にライトセーバー戦においては最強とも評されたメースには苦戦し、ライトセーバーを蹴り落とされて危機に瀕した。その時、アナキンが現れた。アナキンはパルパティーンがメースによって殺され、愛する妻の死を避ける唯一の方法である死を欺く術が永遠に失われてしまうことを恐れてやってきたのである。 パルパティーンは、メースの勝利宣言に怒りを覚え、フォースライトニングを放つが、メースのライトセーバーで変更され、顔は見にくく歪み、顔色は白く、黄色い目となった。メースと、パルパティーンは互いを反逆者と呼び合いアナキンは、混乱する。だが、アナキンの目にはパルパティーンはメースに必死に抵抗する、丸腰の弱々しい老人にしか見えなかった。 そして必死に命乞いをするパルパティーニを殺そうとする、メースを説得しようと試みるが、それに構わず、メースはパルパティーニを殺そうとしたその時、アナキンはとっさにライトセーバーを振るいメースの手を、ライトセーバーごと切り落とした。次の瞬間、この時を待ち構えていたようにパルパティーニは、無限のパワーを喰らえ、と、全身全霊を込めた、フォースライトニングを放ち、 防ぐことも回避することもできなかったメースはそのまま、コルサントの摩天楼に向かって吹き飛ばされ死亡した。こうして許されざる、行為に全てを失ってしまったアナキンをシスの暗黒面に引き入れることに成功し、シリアスはアナキンをシスの弟子とし、ダース・ベーダーという名を与えた。木は熟したと見たシリアスは、ベーダーに対し、最初の任務として、 ジェダイ聖堂に残るすべてのジェダイの抹殺と惑星、ムスタファーに立てこもるヌートガン霊総督をはじめとする分離主義勢力の幹部たちの殺害を命令した。と同時に全銀河のクローントルーパーに対してオーダー66を発令した。これは銀河各地のジェダイを共和国に反旗を翻した反逆者として吸収し抹殺せよという クローンに製造段階で密かに組み込まれたプログラムである。オーダー66によって銀河全体に広く散らばっていたジェダイは大半が殺され、ジェダイ制度に残っていたジェダイたちは手薄になっていた。ところをベーダー率いるクローントルーパーの特殊部隊、第501大隊によって吸収され、子供のパダワンまでもが皆殺しとなった。ここで元老院に立ったパルパティーンは、 ジェダイに襲われて、自らの顔が醜く歪んだと非難し、ジェダイが共和国に対し反乱を起こしたことを、議員たちに説明して、ジェダイ抹殺を正当化した。そして、銀河の平和と、新たな秩序の構築のために、自ら全権を持って、ことに当たるため、共和国の解体、再編成による、統一的支配を継承する旨を宣言した。この提案は、 元老院での彼の支持者たちの大喝采により、承認され、銀河共和国を法的に継承する銀河帝国の終身皇帝として、全銀河の頂点に君臨した。なお、この宣言と、ほぼ同時に、以前からパルパティーンへの権力集中を危惧し、その独裁に異議を唱えていた元老院議員たちは、一方的に国家の敵とのレッテルを貼られ、 全員身柄を拘束されたとされる。シリアスは、歴代のシス教たちが果たせなかった、ジェダイの殲滅と銀河系支配の確立等、合法的に行うことに成功したのである。こうして、長きにわたり、共和国の平和と秩序を守ってきた、ジェダイ騎士団が壊滅し、銀河系の経済に大きな影響力を持つ通商連合等の、 巨大企業の巨頭たちが命を落とし、さらに、自らに異議を唱える、元老院議員たちを排除したことで、シディアスの銀河支配の障害となる、存在の大半は消滅した。しかし、銀河皇帝となった、パルパティーンの下へ、ジェダイマスターヨーダが単身乗り込んでくる。彼は、オーダー66から逃れた。 ジェダイの一人であり、銀河唯一のグランドマスターの称号を持つ実力者であった。ヨーダは、お前の支配は今日限りだと宣告し、皇帝もこの最後の障害を取り除くべく全力で迎え撃った。だが、シスの暗黒教の力はヨーダの予想を遥かに上回っていた。激闘の末にもはや勝ち目はないと悟ったヨーダは、クローントルーパーによる、 創作の手を逃れ、密かに、ベールオーガナ議員の手引きによって、元老院ビルから脱出した。とうとう決着をつけることはできなかったが、皇帝は、最後の障害を取り除くことに成功したのであった。一方同じ頃、ムスタファーでは、ダンスベーダーがもう一人のジェダイの生き残り、オビワン家のオビと戦って敗北し、サイボーグになることを余儀なくされた。 シディアスはそれより少し前に、ベーダーの危機をフォースで予見し、ヨーダの創作をクローントルーパーに任せ、自ら救援隊を指揮して、彼の命を救った。エピソード6で皇帝パルパティーンが着ていた、ローブ銀河皇帝の権力は、共和国最高議長としての権力に、クローン大戦時に掌握した非常時体験を常時、体験として付加したものである。 これにより皇帝は最高指揮官として軍を思うままに動かすことができる上にさらに皇帝においては絶対的な権限を持つ最低者となった新たな秩序を求めた人々は銀河帝国の建国を喜び銀河皇帝の誕生を心の底から喜んだしかし権力をむやみに行使しなかった最高議長時代とは違い今や皇帝は 自らの欲望のままに権力を乱用した。人間種族である彼は自身の政権や軍事力を構成するにあたり同じ人間の身を徴用しいくつかの例外を除きほとんどのエイリアンを公式に奴隷化することを許可した。皇帝となった彼はその絶対権力の名のもとにこれらの勢力を力で弾圧し始めたため帝国に対する反対勢力の軍事放棄が 始まるのにそう時間はかからなかった。とはいえ、有能さと忠誠を示すエイリアンに対しては、個人的に目をかけることもあった。また、シリアス時代には、ダンスモールを、元老院最高議長としては、マスアミダや、スライムーアラを徴用しているように、本質的には、種族の違いよりも、自身に忠実かつ、利用価値のあるか否かが重要であり、 たとえ人間であっても逆らう者には容赦なく、粛清や弾圧を行ったことから、この人間中心主義は帝国による、分割統治や、銀河の大多数を占める、人間種族の不満をそらすための政策という面も、強い。また、生死の小説、ターキンでは、独立成系連合の大多数を人間以外の種族が占めていたことから、 クローン大戦時に独立政権連合側に加担した種族への報復や、こうした種族が独立政権連合の残党として帝国への反抗活動を行うことを牽制する意味もあったことが示唆されている。銀河各地で放棄した反乱同盟軍にかつての銀河元老院の影を見たシディアスは、ここで元老院を永久に解散し、各政権に帝国軍の総督を置いて、 軍事的威圧による直接支配に乗り出した。その象徴として惑星さえ破壊可能な巨大宇宙要塞デススターを建造したが反乱同盟軍の起死回生的な作戦によってあえなく破壊されてしまった。やがてデススターを破壊した反乱軍兵士がベーダーの息子のルーク・スカイウォーカーであることを知ったシディアスは 若き日のアナキンに被験し得る強力なフォースを見せていた、ルークを自陣に引き入れようと格索し始める。エンドアの戦いの最中、第2デススターにおいて、ルークとベーダーが、ついに対決を果たす。ベーダーを追い詰めたルークに、シリアスはかつてベーダーに、ルークを殺させて暗黒面へと引き込んだ時のように、父であるベーダーを殺すよう彼に促すが、ルークは、 強い意志でそれを拒否した。ここに至ってシディアスは、もはやルークを、シスの新たな弟子とするのは、不可能と判断し、フォースライトニングによって、ルークを殺そうとした。しかし、それを見ていたベーダーが、かつてパルパティーンに言われるがままに、ルークやメースを殺めた、若き日の自分とは全く違う、息子の時代としての毅然とした姿と、 ただ一心に父を信じ続ける強い叫びに心を打たれ、ついにジェダイキシアナキンスカイウォーカーとして復活。シリアスは彼の捨て身の行動で滅ぼされた。一方のベーダーも皇帝の電撃によって生命維持装置が破壊され、間もなく命を落とした。これにより史上初めて銀河の恐怖支配に成功したシス帝国はついに終焉を迎えたのである。 帝国誕生から約23年後のことであった。こうしてシリアスは、エピソード6、スターウォーズ、ジェダイの機関で描かれた、エンドアの戦いで死んだと思われていたが、自身の死を念頭に置いた死んだ作戦をはじめとする、終末指令を用意していたり、銀河各地に観測所を建設しており不穏な動きを見せており、エピソード9、スターウォーズ、 スカイウォーカーの夜明けにおいて再登場した。エピソード7スターウォーズフォースの覚醒エピソード8スターウォーズ最後のジェダイに登場した仇役のファーストオーダーの最高指導者スノークは彼が作り出したストランドキャストだったことも劇中で明らかにされた。例の父親もまた脱走した健康体のストランドキャストの一人だった。スノークを通して ハンソロとレイアオーガナの息子カイロレンを暗黒面に落として弟子にするとともに、ファーストオーダーにレジスタンス、新共和国との戦争を開始させる。シリアス自身はエンドアの戦いで一度その身を滅ぼされた際、帝国時代からクローン研究や戦艦建造を進めてきた銀河系の未知領域の惑星、エクセゴルに用意していた。 自身のクローンに意識を飛ばすことで生き延び、依頼みを隠していたのだが、意識を移したクローンは、不完全な白物で崩壊が進んでおり、エピソード急劇中では、目は白く濁り指は何本か欠損しているという、ありさまで、アームのような機械に吊るされ、生命維持装置につながれて生き延びている状態になっている。エクセゴルではバルパティーンを崇拝する、カルト組織、 シスメターナルを率いており、惑星を破壊できる火力を備えたジストン級、スター・デストロイヤーからなる、ファイナルオーダーの大艦隊を編成。その火力で、全銀河系に攻撃を開始し、シスの帝国の復活を目論んでいた。エクセゴルの戦いの最中、孫娘にあたる例に、怒りの感情で自分を殺させることによって、 暗黒面に落とし、自らに代わるシスの女王にしようとしたが失敗し、霊とシディアスに反旗を翻したレンから、生命エネルギーを奪い、ボロボロだった、自身の体を完全に再生させて復活する。復活した、シディアスの力は強大でホースライトニングだけで、上空に展開するレジスタンスや、人民の艦隊をすべて操縦不能にして壊滅させ、かけるほどだった。 シリアスは、先代のジェダイの力の助けを借り、再び、ライトセーバーを手に立ち上がる霊を、フォースライトニングで殺そうとしたが、彼女が持つ2本のライトセーバーによって、受け止められてしまい、フォースライトニングを跳ね返されて消し飛び、今度こそ、完全に滅び去った。その後、シス艦隊はレジスタンスと人民の艦隊によって、全滅し、 ファイナルオーダーもエンリック・プライド中世将軍など、首脳陣を失った上、銀河各地で、レジスタンスの犯行にあって壊滅し、シリアスの野望は、完全に追えることとなった。2012年のウォルト・ディズニー・カンパニーによる、スター・ウォーズシリーズの制作会社、ルーカス・フィルムの買収に伴い、それ以前に展開していた、スピンオフ作品は、レジェンズとして分別されることになった。 以下は、それら、レジェンズに属する、スピンオフ作品での設定を挙げる。2013年の、スター・ウォーズ・セレブレーション・ヨーロッパでのイアン・マクダーミド1983年の、エピソード6から、エピソード1、エピソード2、エピソード3を経て、エピソード9まで、舞台俳優として、有名なスコットランド出身の名優、イアン・マクダーミドが演じている。エピソード5では、 ホログラム映像及び声のみで皇帝が登場するが、オリジナル版は、女優のマージョリー・イートンが、特殊メイクを施して演じ、目元に、チンパンジーの目を合成し、クライブレビルが声を吹き替えた。そのため、エピソード6以降の皇帝とは、要望が大きく異なる。2004年に、DVD 化される際に CG を呼び、吹き替えで、イアンの顔と声に差し替えられた。 ジョージ・ルーカスがエピソード1の撮影を始める前に英国に訪問した際、それを聞きつけたイアンは彼に会いに駆けつけた。するとジョージはパルパティーンの役者を探してるんだ。誰か適任者に心当たりないかなと聞く。その時イアンは、ひょっとして今目の前にいる奴がそうじゃないかいと答えたという。こうしてエピソード1から若き日のパルパティーンを演じることに、 なったが、年を重ねてから、すでに初老とはいえかつて演じた役の若い頃を演じるという、非常に珍しいケースとなった。マクダーミドは、インタビューで、役作りに25年かかったよと語っている。エピソード6公開当時、イアンはまだ39歳だった。イアンは、シェイクスピア作品をはじめとする、古典演劇で実績ある、舞台俳優であり、 巧みなセリフ回しや表向きの最高議長の時と本性を表してからでは全く違う声を出す。発声の変え方で、温厚で、威厳ある、元老院最高議長と、狡猾、邪悪、凶暴なシスの暗黒教という二面性のある役柄を見事に演じきっている。ヨーダとの対決シーンの撮影は、実際にはいない。 フル CG のキャラクターと戦うことになるためマクダー・アミドにとっては非常に骨の折れた演技だったという。また、イアンはパルパティーンについて一見、勤勉な政治家のように見えるけど邪悪な面を隠しているだけで本当はとても腹黒い人間だと思う。常に人を操ることを考えている。きっと生まれながらに邪悪なんだろうね。考えただけでもゾッとするよ。人間じゃないね。 とコメントしている。また、エピソード6で皇帝を演じて以来、周りの人々から皇帝のフィギュアをプレゼントされるようになったという。マネージャーが、ニューヨークで、すごいフィギュアを買ってきたことがある。手の先から、あの、稲妻光線が出るんだ。それを見て思った。私も実際に光線が、ちょっとくらい出せたら、と、別に誰かを攻撃したいわけではないが、 なかなか面白そうだろうともコメントしている。なお、2005年に、ローマ教皇となった、ベネディクト16世と、イアンが演じたダースシリアスの外見が似ていることが、ニューヨークの週刊誌、ザ・ビレッジ・ボイスで取り上げられた。テレビアニメ、スター・ウォーズ・クローン大戦やゲーム作品では、ニック・ジェームソンが声を演じている。アニメ映画、スター・ウォーズ、クローン・ウォーズとその続編となる。 同作テレビアニメシリーズでは、イアン・アバークロンビーが声を演じた。シーズン中の2012年に、イアン・アバークロンビーが制虚し、以降の回では、ティム・カリーが担当した。ゲーム、スター・ウォーズ・フォース・アンリー・シュド以降では、サム・ウィットワーが声を演じている。テレビアニメ、スター・ウォーズ・反乱者たちでは、第2シーズンは、サム・ウィットワー、第4シーズンは実写版同様に、 イアン・マクダーミドが声を演じた。テレビアニメ、レゴ・スター・ウォーズ、ヨーダ・クロニクル以降では、トレバー・デュバルが声を担当している。ありがとうございます。